アトラーさんぐらいでしょいやだっていや結構強いと思うんだけどねあのキャラ。あじゃああれシーノ君がたまに使ってるサブキャラでなんか25段ぐらいだったでもこの前っていうかキヤロキさなんかなんだっけないんだっけなんかみんな何やってたから俺そこにイザナミで入ってってナオトさんとか水野君に不思議でベベベベってやってたらさなんか水野君が絶望したような顔でこっち来ていやあれどうすんのいや知らねえなんか対応してないキャラいるまあラクレンでしょレイチェルでしょセリカでしょセリカ入るわってセリカ入ってきてああかぶせてきやがったこいつっつってあれ機関車前が見えねえってかお前もう見えてねえもんなあ俺一回熱帯であの方もやってみたんだけど結構苦しいわやってる側も結構苦しいわなんかいつ暴れられるか分かんねえからそう大吉これはヘッドロックよこれヘッドロックみんなもっと仲良く遊べばいいのにいやーやっぱまあ個人の遊び方があるからなまあ上昇機構というまあ上昇志向というかなんすかね上を目指す人はやっぱりエンジョイ勢というか楽しく遊んでる人いるじゃないですかだから別にその上を目指してる人が楽しくない遊び方をしてるってわけじゃないんですよだからやっぱその人それぞれ遊び方があるもんだからなんか100人が100人みんな同じ遊び方してるわけじゃないじゃないですかみんな同じゲームやってるけどみんな同じ方をするかっていうと多分100人中まあ30人ぐらいは上を見て30人ぐらい多分全1を目指していくんですよね全国1位俺は目指すっつってで40人ぐらいはまあそいつらに並びつつも、まあ、自分の戦い方で貫いていくみたいなで残りの30人はまあ普通に遊んでるみたいないやそんな感じ俺はそんな感じだと思うからなんかまあしょうがないでしょそれは正直争いが起こるだけ僕はまだいいと思いますよほんまになんか争いが起こらないぐらいかそってしまったらもう終わりなんでなんかガンダムとかもそのまあいろいろまあ問題ってわけじゃないですけどなんかいろいろみんな言ってるじゃないですかあれもほんまに人口が多い証拠やから、まあ、人口が多かったら争いが起きていいのかってわけじゃないんですけどなんかいやいいじゃないですかかそるよりかはいいと思うよ俺はみんな元気な証拠うわーみんな元気な証拠よ争いが起きんのは争いは同レベルの間でしか起こらないとか言うつもりはないけどみんな元気な証拠わああでもこれバースト返ってくるよこれこの状況やばいよこれ危ないクソコテの集まりだよこれまあみんないい子ちゃんだったら苦労しないけどそんなことないからねまあ悪い子が集まってるわけじゃないんですよただみんなちょっと主義主張が違うってだけでまあ何人かそのなんか燃えろみたいななんか放火魔いるんですけどまあ放火魔をね見つけて駆除していかないとちょっといやー収穫がされてるから無理だよまあ放火魔は正直いらんかなって感じだけどまあなんか悔しさを言ってってついつい言ってしまう人とかはまあしゃあないかなと思う。まあいいんすよいいんすよ、争いが起こるだけまだまし。アルカナハートとか見てくださいよ。もう公式がもう助けてくださいって言ってるじゃないですか。うわははははは。おお、うまっ。うわー、いや全然回復しねえ。いやーいやーいやー、あー、これは使っていく。あと1回。あー、これは不思議かい。うわうわ怖っ。わーわー、なんだなんだなんだ、バイバイありがとうさようなら愛しい恋人よ。ああ、おガードする、おお素晴らしい。ああさよならバイバイ、ああやる、ああ終わりですねこれは。強キャラがゆえ。ああ押していけ、ボタン押せ、押し込め。おお不死王です。あああるし、あ、マジであドリル強え。いや格ゲーでやっぱ回転するもの強いな。格ゲーにおいてやっぱ格ゲー足短いからなあいつ。おいはいはい、そうそうそう、はい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 、あと2回、あと1回。ガードする、イエーイイエーイやじりたい、やじりたいだけ、騒ぎたい。漆黒のみたいキャラおる。漆黒が使ってなんかこのキャラ使ってほしいみたいな、漆黒に使ってほしいキャラいやーなんか想像つかんなー。漆黒まことか、あ、もう連合なくなっちゃったよ。いやあれアズラエル、初心者だ、アズラエル。そのネタもらおうっつ、なんのこっちゃ、ボタンを押せば勝てるんや。そうそう、悲しいことに今回はガードとかなんかペペペとかするよりもボタンを押した方が勝てるんです。なあない、今回はそういうゲーム性や。あーバイバイありがとうさようなら愛しい恋人よ。うわーなんか上行こうか、なんかジャンプ以降に引っかかったかな今。いや苦しい苦しいこれ苦しいよ。セリカ側も削れてないから。あーハート7さんじゃないですかこれは。ハート7さんでしょ。 735D2 をワンツーワンツーってなんかあれだな鉄拳みたいだな。鉄拳勢ってさ、下段のことを下段って言わないんだよね。鉄拳勢って下段のことを下段って言わないんだよね。ローローかっこいいっつってかっこいいっつって白面のエクシードアクセルみたいなやつだよね。金技解放って生ローとかいうやつ。ああこれはまずい。あれフェンリッチ見えるらしいね。見えてます。いいからいいからそういうのみたいな。落ちてきたー。うわーあこれはああなるほど終わりだー。あーなんでバックスしないの。ああそうだからうわークソキャラがー。あーでも今回はまあなんですかね、強キャラどもがというか、まあレイチェルは西かなんだろうな、まあ西も正直そんなにゴフレからだからまあまあポンポン使えるはずじゃないんですけど。おおやるなんかね。あかこれ優しいやつだこれ優しいやつだこれ。ああああ漆黒お前お前にプソニア似合わねえっつお前に PSOS は似合わねえ。いやいやいやお前はそんなやつじゃない。お前は使えよお前。なんだっけあれ生き返らせるやつ。ムーンアトマイザーかムーンアトマイザーだ。まあ、今回のゲーム性は正直まあイザナミは 2B、まあ、ナインはいやまあ正直まあない結構その勝ち合った時強いというか相打ちがないんで 4A とかまあタッチ C とか 6C とかでアラクネもタッチ A はまあ毎回か。レイチェルは 2C、まあ、2A こってくるレイチェルあんま見ねえな。なんかまあ OD といいねなんか今回ボタンを押せるか押せないかみたいなそんな感じではあるような気はする。カルルなんかあるかなリバーテなんか、まあ、ボタンを押せる押せないのゲームになってんちゃうかなと。まあ、次回作どうなるかな。なんかまともなゲームじゃなくていいと思うんですよ。まあ、今の調整、なんかよくわからんというか次回作あんのって言われるんですけどまああると信じましょうよ。これで次回作なかったら本当に終わっちまうよもう噛んだよマジで。次回作というかあれね、バージョンアップね、バージョンアップ。僕ら的には別にそのストーリーがどうのこうのよりもまあ格ゲーとして続けばいいんで。いやだってストーリーとして続いたらラグナ消えてるし、イザナミだって死んでるし、俺何使えばいいんだよじゃあって。だって結局一番得してんのあれ、カグラでしょあれ、あのストーリーで。ノエルとかいうなんか最強の彼女手に入ったしさ、なんか帝も結局復権して、幼い帝のまあ、なんか関白政治みたいにできるわけでしょ。おお、完全に世界の実権を握ったようなもんじゃないですかあいつ。いや1番の勝ち組あれ神楽でしょ。で2番目がまあ2番目がなんだろうな、ここの絵はまああれ、ここまで叩き打っただけだしな。なんか利権的な強みはないような気がする相手に。聖騎士団ラグナが来る。聖騎士団ラグナは来ねえだろう。だから聖騎士団ラグナってなんだよソルかよ。なんか昔のラグナね。いやでも正直なんすかね、ほんまに次回作やるんやったら、ブラッドエッジエクスペリエンスとか、なんかそっちのね、なんだろう、そういうとこから持ってきそう。だから、なんかその、ブラッドエッジエクスペリエンスから、ナオと主人公で、なんか各キャラ、その、オマージュみたいな。まあ、エボで発表3日目にあるらしいですね。なんか3日目見てくれみたいなこと言ってた気がする。俺も今その発言ちょっと覚えてないからうろ覚えやねんけど、3日目見てくれみたいなこと言ってた気がするから、みんなエボ3日目見ましょう。あっ、ベコベコのベコじゃないですか。ベコベコのベコになってる。大丈夫か大丈夫か。今負け癖つくとはちょっとやばいぞ、うん。だいぶ昔はギルティー VS ブレイブル出してくれとか言ってたけど、いやそれはだってさ、ギルティー勢が結局そのギルティーの新作ないから、ブレイブルーとも絡ませて、でもういいから、もうそのブレイブルーと最悪絡ませてもいいから出してくれみたいな話やん。おいだって今もうギルティーの新作出てんじゃん。レブ2とか言ってさ、おい俺レブ2出てるから、ギルティー勢も結構もう満腹だと思うんよね。もういいっしょみたいな、もうブレブルいいよみたいな感じ結局今ちょっと立場逆転してるから、まあどうなんだろうなーっていう。今はキャラ数多すぎだもんなーって。そう。いや正直僕はちょっとドラゴンボールも期待してる派なんですけど、ドラゴンボールはまだ違ったゲームになっちゃうんで、どうなんかなと。まあクロスドテストも決定してるらしいんで、まあそこはね、来年にやはり期待しましょう。2018年初稿らしいんでね、まあ、3月か4月か、まあ2月か、まあ1月はないと思うんで、まあ2月ちょいぐらい。ドラゴンボールは普通に売れる気がする。いやー、まあ正直そんななんか、僕ら業界人じゃないんでね、なんかゲームの売り上げどうのこうの言われてもピンとこないんですけど、まあ流行るといいね。プレイヤーとしてはその売れる売れないっていうよりも、なんか流行るといいね。やり込む人が多ければ多いほど、まあ、やっぱゲームってのはその奥が深くなってくると思うんで。今見たいでしょ、やっぱエボでさ、なんかめっちゃ強いヤムチャとかさいやヤムチャ出るか分かんないけど、なんかそのアークの格ゲーって結構そのメインキャラがあんま強くないというか、そのなんやろ、でも強いキャラってなんかそのメインの裏方のなんかまあ折っても折んでもいいようなキャラがまあ強かったりするんですよ意外に。だからなんか人造人間19号とか、なんか別にお前おらんでもよくないみたいなもう完全に、いやは20号か、だからその人造人間20号とか、なんだろうな、他、まあ、17号はまあちょっと微妙なとこだな。あとなんかクリリンとか、なんかそのメインキャラより1個下の、まあこいつはおらなあかんけど、まあ、別にこいつが何らかの表紙で、まあ、消えたとしても、まあ、タイムパラドックスとかで消えたとしても別に誰も問題はないなみたいな。なんかほんまにどうでもいいキャラが強かったりするから、このゲーム。いや、まあブレイブルーで言うと荒くないとかほんまにどうでもいいし、そう早期弾とか言って、そういうのが結構強い。本番具、おい本番具、おいこんばんはバング。 1.5 下くらいが最強に結構、そういうこと。だから結局なんか人造人間16号とか、人造人間って結構強いんじゃないかなあいつらな。人造人間出るんなら強いんちゃうかな。だからなんかその未来悟空とか、じゃあ未来悟空じゃねえわ、今ちょっとドラゴンボールスーパーわかんないからちょっと言わないけど、悟空とかは多分そんなに強くないんですよ。多分そんな強くない、まあなんかめくり強いけど、まあそんだけだよねみたいな。だからベジータとかはまあまあ強い中堅上位ぐらい、ご飯とかもまあまあ強い中堅上位ぐらいだから、あんまりなんかその利用数が多いキャラはあんま強くしたがらんというか、なんか難しいことやってるやつには難しいことやってるなりのそれなりの対価が必要やみたいな、そんな理論をかざしてそうやから。だからまあ正直なんか難しいキャラ、なんかおるか、いやでもな、なんかおるかな、肉体派以外で戦うやつ、バビリーとか出てくるんちゃうかな。バビリーとかできたら熱くない？バビリーとかデンデとか、デンデ出てこへんか。バビリーもあいつそんな直接戦うやつじゃないもんな。ダーブラとか多分強いで。俺多分ダーブラでできたら関かハムあると思うわ。うわーガードしてる、すごい。うわー追撃だこれ、生きてーラッキー。やばい、漆黒にアテナ病が発生してる。うわーこれは無理。アラネちゃんはなんか DLC コンテンツだからそんなに強くない多分。あれじゃあ俺の中の DLC コンテンツだから。いやーお前思ってねえだろお前思ってねえだろ、めっちゃ笑顔じゃん。 PSO2 とロッチが楽しい。何やに、あお感情の起伏が激しいな。まあそれはまああれは引っかかる方が悪いから。まあそうやな。へえ、あそうなんだ。なるほど。おおバイト戦士やはり東京行く前に仕上げてこうぜってやつだ。1個下だと2個目の大きいバグアップデで咎められるから 1.5 が押し上げる。熱いなその読み。多分ね、まあ稼働しました。でそこで多分そのアルカプ勢とか、なんかその今なんかスリーロに慣れてるやつら、アシストとかにめっちゃこう発想が慣れてるやつら、なんか頭がついていってるやつらはもう最強キャラペッペってこう見つけてしまうんですよ多分。最強アシストと最強アシストをね、その組み合わせを見つけてしまって、なんか初期段階めっちゃ騒がれて、ね、その次でね調整される読みの1個下。いやー素晴らしい。格ゲーやり慣れてるねあなた。ゆうきゃん関東行くらしいっすよ。ちょっと予選出るらしいんで、まあ関東の人らまあおもんでやってくれや。予選出ること言っていいの？予選おい、ゆうきゃんがよ、関西のよ、ナンバー2だよナンバー2ワイン使いがよ、今からじゃねえけど25番のナインだよいや、25番のナインがよ圧がないよ。おい、イカちゃんに負けた。アマチュアに負けたアマチュアに負けたアマチュアに負けたってやばいな関西ナンバー2の24段のナインがよ今週末に関東に遠征に行くからよ。おい関東勢見とけよ。関東じゃない関西の敏腕ナインツ、あああれ関係ないから何を関係ないから関東のやつらよ関西のやつ行くからよよろしくお願いします。よろしくお願いします。非常にまあなんですかね、若いプレイヤーで非常に強いプレイヤーなので、まあなんだろう、結構、初見はまあまあ勝てると思うんですけど、なんか対戦積んでいくと強いタイプなんですよね、ユーキャンは。だからぜひともなんやろ2回3回やって、ああなんかまあこいつも多いナインの1人かではなく、まあ多いナインの1人かと思っても、そこでちょっともう一回、やってみようかなぐらいで、とりあえず、10戦ぐらいしてからちょっと、彼の評価を改めてほしいなと僕は思います。10戦ぐらいしてくると結構、おもろいんで、おもろいんで、あ、これもガードしてくんのかみたいな。どんどんね、相手にこう、ラーニングさせていく楽しさというか、だからなんかこう、なんやろう、テスト作ってる先生みたいな。なんかテスト作ってる先生みたいな感じで、この問題解けるかなみたいな。ここいけるかなみたいな感じの楽しみ方ができるので、そう、この24段のユーキャンっていう、雑魚のナイン使いが24段のナイン使いが、今、行きますので、多分、行く前には、25段が早期1くらいには上げてくると思うんで、段位が、なんか、美味しくねえじゃんとか言わずに、対戦してあげてください。予選に出るらしいんでね、その辺で、いろんな、なんか3日間ぐらいいるらしいんで、予定合えば、週末予定合えばね、久しぶりに、ブレイブルーしてなかった人でも、ブレイブルーしてあげてください。だんだんニトブラで、そのパターン大会してたので、そこまで、せやね。ニトブラはちょっと得かな。ニトブラ、エクサム、言っていいんかな、このこと。アークさんはそんな、なんか、A パ見つかったとしても修正すぐとかないから、2日後に修正とかもないんで、大丈夫です。全然大丈夫です。その辺は多分、心配しなくてもいいと思います。なんか、ニトブラ系の、なんやろ、環境半年は大丈夫。なんかたとえなんかめっちゃやばいの見つけたとしても半年は大丈夫なんで、半年間は遊べますよ、トップキャラで。その後環境が変わったらっていうのはご愛嬌、しゃあない。アテナカルール三重視の圧にやられちまったか。二重視なんだよな。二重視というか、あうんの呼吸というか、いや なんだ風神雷神というか、世界池袋 GIGO ギゴ、どういうとこわかんないな。池袋は俺行ったことないな。マリオさんに案内されて行ったとこもあれどこだろう、横浜、新横じゃないな、あ、いや新横だっけ、新横セガかなんかに行ったんだよな。あれはまあ名店ってまあまあ良かったけど、池地義語は何台あったっけな。でしか 4,5 セット、おお 4,5 セットいいじゃないですか。当たると痛いビームは削り的にどんなもんなんやろう。全くないっすよ全くないっすよ削り。俺もあれ削りめっちゃあるんじゃないかなと思ってやってみたんですけど、そんなことなかったっすわ。まあ、そんだけって感じ。まあとは言っても大抵過去形のお約束で2回か3回修正入る読みなら2個下ぐらいがちょうどいいまでお約束、まあ、そこまでそのゲームやるかどうかっすよね。そこまでまあドラゴンボールの格ゲーやるかっていうと、いやおもろかったら多分な、家庭を持っていたらちょっと怖いよな。やっぱ家庭をラグあるじゃないですか、その辺のラグがどう傾いてくるかと、まああんま言っちゃいけないですけど、ゲームバーとかのね、そのイベントがどうなるかかな。積極的にやってくれるんやったらまあまだありかなって感じだけど、結局ゲームバーのイベントもまあ地元に住んでるやつしか無理やから、まあどうなんやろなっていう。まあオンラインで流行ればいいですね、本当。まあアークさんなんでやっぱりネット環境はかなり、熱帯環境はかなりいいんじゃないですかね、本当にマジでいいと思う。まあ、その辺は多分心配いらないと思うんで、まあ、あとはゲーム内容とそのなんだろう、まあ、盛り上がりかな、どんだけの人がやるかって感じ。本当にやっぱ今の格ゲーちょっとなんか総人口は正直増えてると思うんですよ。ほんまにあかんかった時よりかは、ほんまにあかんかった時よりかはまあかなり増えてると思うんですけど、何が漆黒、いやーいやダメだよお前、もう今三国でもうブレイブルー全くやってないからもう言えないよ。上からでいくぞ、ああまあまあなんか今のこの辺だなとか言ってやっと手首超えたかぐらいやね。うわあのやばい、あれやばいぜ、あっこやばいぜ、あっこ不毛だよあれいやー俺結構複雑な気持ちだ俺複雑だわこれ。なんか気持ち的には少年野球見てる感じ漆黒に月曜強やねんって。いやいやいやそうなんですよそうなんです、漆黒に気が強強というか、やはり都内なら一応ベルディ所属プロ、当時さんがどうかしたの。まあやっぱ漆黒強いなと思うとこやっぱなんかなあ、対空の選び方というか、こういうなんかラインの下げない感じが、もう絶対お前はここから逃がさんぞみたいな、ほらこうやってさ回り込んでくるじゃん。後ろのライン守ってるんですよねちゃんと。なんか普通にやっぱ格ゲーの基礎ができてるというか、ラインの大切さが分かってるというか、こいつとホスターめっちゃうまいんちゃうかな。おー、うん、あー、かくったーヴェルディ所属のプロが一応全部見に行く予定って言ってた。へー、あ、じゃあソウズさん来るんだ。まあいろんな人と対戦できればいいですね、ユーキャンは。せっかくやっぱ初めての、いやまあ彼初めての遠征らしいんですよ、ブレイブルーで。だからやっぱやっぱね、関東勢のね年上がね飯をおごってあげるべきだと思うんですよ、やっぱり初めての遠征ということで。そこはね、大人としてのなんかその料金、子供料金じゃないなんか、いや、あるじゃん、なんかそういう、なんかごめん、何でもねえわ、何でもねえわ。そうやっぱ初めての遠征で、いやエビで対応するわけじゃないですけども、遠征先でまあいい人、ご飯、いやなんか確実やっぱみんなバカだからご飯おごってあげればなんか、あ、お前いい人なんだみたいな感じの動物的な感じだと思うんですよ。ただ遠征してきたやつに、いやこれ田舎側の格ゲー遠征だから、そのなんか田舎でその遠征をもっとしてもらうためにはみたいな話なんですけど、だからまあ遠征しに来たやつに美味しい店を教えて、みんなで行って、でなんかまあ会話楽しみつつ最後帰ろうかってなった時になんか、あ、じゃあ俺全部払ってくんです、おーこのまま出てもらってまだ格ゲーしに行きましょうみたいなあるじゃん。そういうだからその餌の釣り方をね、そういうのあるんですよ。だから餌を釣らないと、餌をあるじゃないですか、やっぱり。そこでの投資をすることにより、そいつがまたこっちにね遠征しに来てくれるようになるんですよ。でその遠征にじゃあ俺も行こうかなと言って、なんか強いやつとか、なんかそいつは仲いいやつとかが来ると、もうエビでタイが釣れるじゃないですか。まあそいつがエビってわけじゃないですけど、そういう失礼なこと言ってるじゃないですか、そういう話じゃないからね。池袋お店なんかあったっけな、前久々行った時は日高屋に座らせてもらったからな。遠征勢がはい、あ、どうもどうもありがとうございます。この辺にあったメシカカードの落とし物でーすマイクがね、あー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 メシカカードの落とし物が届きました。CP 初期の柄のやつ、これ何、君のあー危ねえな、もう新人王の称号なくなってたよね。おい、あれ来た、あれやばない、お前今トモレロさんが優勝したことなってんだよあ、変わってた、大丈夫、あ、よかったよかったあんだけ優勝してさ、おっしゃーってやつなのにさ、結局優勝したのはドモレロさんでしたねいや、ええやつ、明らかにええやつ。いや、ええやつやん、あいつ。いや、ほんとね、遠征勢が来た時にいっちゃん行ったらいけへんのあれやで、チェーン店絶対行ったらあかへんでと言うんですけど、まあ、僕もそんなになんか美味しいところ知ってるわけじゃないんで、なんかもうほんまに対戦だけ済ましたいなと思ったら、なんか宮本むなしとかいてたまに「いご」っつって「いごいぐいぐいぐ」とか言って「やろやろやろ」って言って「おさっさと食ってさっさと早めようや」とか言って、やっぱでもなんかそういう大阪おいしいお店ランキングみたいなのはほんまになんかその昔から住んでるやつに聞いてほしいな。俺はだってまだこっち来て2年ぐらいやからそんなに知らない。俺も初めて大分行った時めちゃめちゃ大分県お世話になった、ほんまいい出会いしてきたわ、ありがてえ、ああいいなあ、おいだぜー、おいだぜーなー。でもほんまにまああかんやつばっかりやからな。おいだぜーは、おいだぜーはな、松川って人以外はだいぶやばいやつばっかりだから、松川さん以外はねみんなやばいよ。駒もあいつ結構まあやばいし、中山もねあいつ結構終わってるからね、あいつ実は終わってるやつだから、なんかいいやつそうに見えて、まあまあゲスな方、ゲス、彼はゲスやんで、まあ身内ネタでね、まあぜひ大分県なんだろう、九州ご住みの方、まあ今ブレイブロー流行ってるかわかんないですけど、大分県はなんと24時間ゲーセンの100円2くれの最高の環境があるんで、まあぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。今どうなんかな、俺おらんくなってからあんまりもうみんなやってないみたいな話、今 KOF みんなやってるみたいな話聞いたから、まあどうなんかな。いきなりステーキとかあった気がする。池袋東口。おー。なんだっけな。なんだっけな。俺東京一回行ったことあるんですよ。横浜の時に。サイレント遠征して。関東の方にいるマリオっていうおっさんと一緒に、ちょっと大会出ましょうよっつって。大会出て、で、一回戦負けして、帰るっていう最悪な。ほんまに最悪な遠征やったんですけど、あれはまあ楽しかったんで、まあ僕としては全然お金払う価値はあったなと、まあ、マリオさんとも仲良くなれたし、いやでその遠征の時にまあ、帰る8時ぐらいに俺もうしんどいから新幹線で帰るわって新幹線で帰ったんですけど、その帰る前にマリオさんと一緒に食ったゴーゴーカレーっていう、なんかもうほんまにもうなんかもうゴーゴーって感じのカレーがあるんですけど、あれがねちょっとねきつかった、負け犬飯でしたね。あれは別にまずかったとかじゃなくて、もうそこでご飯を食べるというなんかその悲しさ、気持ち的にもう次は絶対負けねえみたいな、実は手やめだって、いやねみんないついずれ気づく、いずれ気づく、やつはやばい。ちょっと語弊があるんですけど、まあ、彼はあいいやつなんですよ、本当にすごいいいやつなんですけど、なんか深みにはまるとやばいみたいな。あー、これは余裕でしたー。これは悲しい。あのポロピッチョが帰らせに来る。帰らせに来るぞあいつ。いやおお、もう9連勝もした。ええか、もうええか。まあいろんな個性的なメンツが集まってる大分県、温泉もあるよ、温泉もあるよ。あ、いろんなところに温泉があるんで。うわー天帝チャレンジランクアップは来ない、危ない。森の湯、森の湯さんね、はい森の湯もうないからね、森の湯もうないよ。ラーメン二郎という地獄を見るかどうか。まあなんか噂はトンツーとか食わしてやるじゃないですね、ユーキャンに。あいつあんまりそんなに体格がいいわけじゃないんで。あ、そうね。いや、結構昔はあったんですよ、森の湯っていう温泉がね。で今結構温泉がなくなり気味になってて、大分温泉県って言われてるんですけど、まあ温泉県言うても自称なんですけど。いや、大分面白いなんか話、まあいっぱいあるんですけど、まあ温泉県って急に名乗り出して、なんだこいつっていう感じの雰囲気になってから、なんかまあちょっとやばいな、やばい県じゃねえやっこみたいなまあユーキャンなんかね、関東行くらしいんで、まあ、関東勢でユーキャンと、まあ、知り合いたい人、いやなんかおかしいな、はい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 、安くねOD 使った割に安くね。いやーいやーおもんな全然体力減ってん1万2000ぐらいあるからなあいつお前早いって早いってそう、家庭用ランキング1位のあのオロピッチョさんがあとは日本橋にご来店していただきまして誠にありがとうございます。あー危ない、悲しみのわお、おいしいおいしい、はい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 、あとなんか4回ぐらいかなあと4回ぐらいコンボしたが出るよ。あーこれはあと2回か。あーうおうわー押してきた。うわー無理だー、繋がんね。うわーいやでもなんか5回ぐらい崩してるよね今やばいな、スタミナあるわ。うわーうわーこいつのジャンシー気合入ってるからいいわ。ユーキャン君がわからないって人でもあの漆黒塾のって言えば一発よって。いや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 、そんなん言ったら僕も漆黒塾なんですけどね。そんなん言ったら僕も、まあ、栄光あるね漆黒塾の一人なんですけど、まああの漆黒塾のねユーキャンがね関東に行くらしいんで、まあ同じ漆黒塾の同門のまあ相手としてはやっぱりはい頑張ってなんかね、頑張れって感じ。いやお前のキャラも1万2500ぐらいあるじゃん、いつ死ぬねんお前のキャラ。はい回復した分の半分取られてんだけど、あーなくなった。8式うわ犯罪ですなこれは。うわーやりやがった。1式8あ7式7開けてくんだ。うわーかわいそう、前方注意、危ない。あー当たる、まあ珍しいですね。コロビッチョはこういう中断当たんないんですけどね。ほんで600、700、わーこれはおい三国ばっかやってっからだよー。いや死なねえぞこれ死ぬかこれ、死んでくれー、よかったー。よかったよかった。うわー終わった終わりやばいこいつパラしてくるぞこいつ、パラしてくるぞこいつ。やる、いいぞいいぞいいぞ2回押せっからな。わあこれわあ怖い。うわー早い、三国やりすぎですねこれは、完全に三国やりすぎ。嘘だろ。これは手食い7式うわー怖っ、ああ、これはああ、これはああ、やるおるこいつマジかよ。最強キャラじゃんいや、ちょっと話が足りなかったな。話足りなかったな。はしゃぎ方がやっぱり。いや、お前のキャラも回復するやんけ体力6割ぐらいになってさ、あと5回ぐらいかなとか言ってそう6式キャンセルできるのやっぱなー、あの6式キャンセルがなー、やっぱなーお強いって感じだったな。いやー、ちょっとさすがのスタノーといえどセリカという最強キャラの前に屈してしまった感じ。セリカやっぱ強ない？強い？マルコフラン日によって全然立てる立てないある気がするんやけど。お、みんなのフリー素材シャブニキですね。あ、またそれ食らってる。ずるいな、あのセリカというキャラクター。やっぱり体力18000あるキャラは違う。エゴいきますよ。発生漆黒クランの発生ってなんぼやった？ 25？ そうやろ、18ぐらいに感じるわ。画像が分かりにくすぎて。当てるときは当てるんだけどな。今日全部食らったの。思ったより遅いですね。25って言ったらどれぐらいやろう。斬鉄もこんぐらいでしたっけ確か。あと一応ボディープレスもあるからな、あれ見えない。うわうわうわ、こうた今のうまいな。セリカと対戦する機会本当に減りましたね。もともとないんだけど別に。あ、パクる？パクらない。最強キャラだからパクらない。このセリカというキャラクター全然パクらない。カーキャン OD で苦笑いされた。いや、ピャーが遅すぎて逆に強かった。昨日いっぱいシーノクンさんさんまたやったんですけど、冥王ノエルあれはあれで全部食らったから。最強キャラばっかじゃねえかこのゲームよ。ラグナは違うけどな他のは暴れ馬乗りこなしてる感じ。ああ、めっちゃ暴れるけどお前サラブレッドに乗ってんじゃねえぞお前、お高く止まりやがってロデオ途中から乗ってる人消えるから馬だけで戦い出すからラグナ誠は格ゲーしてる、めっちゃしてるあ、誠にケチつけちゃう。コメントキャノンダメ？お前君デッドスパイクあるじゃん。ダッシュキャンセルってウルフレームを取る飛び道具ラグナってフェイタルでコンボこんな伸びるの？最強。なんか角範めっちゃ痛いじゃんラグナ。痛いでしょ。痛いでしょ。なんか46,000 4600くらいいってるじゃんあれ。セリカのことは少ない。一応パートナーさん今どこいるんかな、あの人。ああ、家庭用では当たるんだけど、ハートナナさんっていう英雄とか言ってるセリカいるんですけど、どっか行っちゃってるんじゃない？もう大阪から消えてるかもしれない。大阪から消えてるんじゃない？いる？あ、そうなんだ。スマンペンはよく見えるよ、あっちゃとか言ったら歪んでないキャラいけもれない。なるほど。突進が強かったら強いよこのゲーム違う、突進がある程度強かったらそれだけで戦えるだろう。スマッペンさんは一応やってはいるけど、最近はもう本当にギルティメインだからそんな触ってないですかね。一応椿やってプラチナになぜか移行したっていう。なぜかプラチナに移行したんだ、なんで？可愛いからやはりジャックを使いは違うな。可愛い。シワンペン先生のジョニーのモノマネめちゃくちゃ面白いから、少し面白くするかちゃんとやってくれるから、切り出してくれるから。肉持ってかれたなこれお前ね、あれってタイムアップだったらカウントされないでね、確か。あ、火加減はできないわよ。右にどう、あっガビランってなんか流れなかった。うおー、うおー、腐った死体みたいに回復してるあー、おー、おー、え余裕で死ぬんじゃないこれ。漆黒今のはい最強、セリカ最強。さすがにちょっと今のはイザヨイもちょっとちびるぐらいの性能してたけどこれやばいな、勝って煽ってくるから。セリカは無意識に煽ってくるタイプだから、白面にも「白面さん無茶してない？」とか言って「めちゃくちゃきついわ」っつってああ、そう、ノバ入れんかったんやなと思ったけど、殺しきれと思ったかな。逆でやってみろやもうお、これ漆黒負けないから帰れないよって煽れるよこれ。やっぱ回復とかずりーな。ああ、なるほど、届かんかったかもしれない。あれって別にラピカンできない、できない。え、ああ、殺してるかなと思った。3C あるじゃん、2C のあとマイナス1って。だけどそこで 2C 止めして結局読み合いじゃん。悪名のリビーマイナス4やぞ。あ、もっとあるかな、もっとある。え、一緒じゃん、だから3チあるじゃん。でもーってなるじゃん、ほらほら一緒だよ。何がマイナス1じゃん、歪ましてくるやんけ。まだマシ。ラグナーの日はプラス2最強。だからラグナー 2A でも性能いいよね。お、ここでまたいい方が来ましたね。一石を投じるプレイヤーが来ましたね。長老長老レイチェル対漆黒セリカ見たいな、見たいな。レイチェルセリカ、あ、ニコニコ。長老さん、長老さん、セリカどうなんですか。セリカきつい。あー、レイチェルにも有利つくかよ。レイチェルにも有利つけちゃうか。え、デチューにやられたんだ。知らない知らない。俺的に長老レイチェルが一番オフェンスとディフェンスのバランスがいい。江野さんなんかコロって死ぬときは多いじゃん。うまいけど。りんちゃんオフェンスタイプ。だから金 3C をやっぱパナす人はパナしたら強いじゃん、ある。ラムダに有利フレーム。ラムダはなんかあれもビフリでカウンターしたら死ぬけどっていう方も一緒やってくる感じだし。膝蹴りしてくるやつ。アクトツバイ。ラムダも普通に火力ありすぎて暴れらんねえって感じ。あ、フェンボーもいるじゃん、いつの間にか。俺の還暦送ってみるけど。あいついつも思うけど、缶コーヒー両手で持つのかわいい。いや、長老さん最近たまに風 3C やりますよね。たまに風 3C 普通に打ちますよね。増えてきた。03に追いついてきた。ああ、白面陣で増やしてる。ああ、まあ地上で差し合いたがるキャラにはいきなりやっぱり詰めれるから。気がついたらなんか P になりそうな勢い。ああ、わあ、出た、これ最強じゃん。え、強い。地獄もうちょっと遊びに来てや。え、環境トップキャラやっぱりキャラランク5位だわ、そのキャラ。1年ぐらい前のやつを掘り下げてくる。ちょっとイザイをやらくるあたりに食い込んでくるかな、セリカは。あー、食い込んできちゃうわこれ。残念ながらゲロジャムさんちょっと下になっちゃいますね、そのライチというキャラクター。やはりライチより上のキャラクターセリカ。ガーキャ OD に強い固めしてるって強ない？当たった結構やばいのに。単純にそれだけでわりかし飛び道具固めしてるキャラと変わらん気がする。うん、そうだよね。これだ、こいつ1回 OD3 回したことあるから、俺戦ってる時。2万ぐらい体力あったから。え、回復の上限ないないない。だから最後即死させるしかねえとか思ってこいつワンターンで全回復する敵キャラだとかRPG のイベント戦みたいになって即死させるしかねえって。8A ナンバーワン、8A で一番可愛いキャラの話。え、ニューラムダ、ああなるほど、確かに。え、ラムダ前の方が良かったかな。足上げてるやつ、片足上げてるやつラムダは今だってブーンでしょ、ブーン。おおセリカ、けど今の立ち絵、このセリカの立ち絵これ9のタイムアップと一緒じゃん。ちょっと通なツッコミしちゃうよ俺は。ダメ、そうそうそう、あはははゴーダゴ怒りが可愛くないっつって、ダメダメって。もういいや、誠でいいじゃん、誠ななや。え、ああ前作確かに。ゴーダが一生この人が絵描いてくんねんから。加藤さんでしょ、加藤さん2人いるからめっちゃ分かりづらいんだよプランナーの方、プランナーの方これ加藤さんと描いてる方の加藤さんとモリピーみたいな感じモリピーもは味が出てるけど、ああベイツシャムリキーナンバーワンセリカ、ナンバースリー誠、ナンバーツー興味ないってゴーダがお前の正義には興味ねえ。この人だから女の人はめっちゃ可愛いけど、男の人は腰が細いとか結構文句言われたんです最初は。今回なんかけど内股じゃんとか言われとったで最初。俺は別に全然良かったと思うけど。え、ああ CS ねーのは良かった、革命の CS タイマイみたいになってるやつじゃない細長いやつ。 CS はテイガーでしょ、テイガーが走り出したっつって躍動しだした。ナンバー2はイダヨイダニョ、そっかーそっかー、特に盛り上がらず一番出てこないキャラ、あ椿、椿使ってて好きな人でも立ち絵が好きとはあんま言わないかもね。やっぱ単純にデザインが悪いまあ俺らでも椿好きなやつは特に出てこない。あ、死んだ、カエル。ということで自動的にユーキャンに乱入するのは長老レイチェルとなりますおめでとうございます、大当たりです。